こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、皆さんいつもの背景と違うの分かっていただけるかなと思うんですが、久々に来ましたね。およそ1年ぶりぐらいなのかなと思うんですが、今日はですね、グローバルワークさんのプレスルームにお邪魔させていただきました。いやー、ちょっと見てください皆さん、春物がですねいっぱい揃ってるわけなんですが、今回はこちらからですね、グローバルワークさんの新作で選ぶべきものベスト5というテーマでお届けをしてみたいなというふうに思っています。で、僕の普段のね、YouTube 見ていただいている方はですね、まあ、いろんなブランドでお買い物されてるかなと思うんですが、先日皆さんにアンケートを取ったんですね。どこの服を紹介してもらいたいですかとか、どこのお店に行ってもらいたいですかっていうアンケートを取ったら、結構グローバルワークさんの名前がいっぱいの方から上がったんですね。じゃあこれはもう行かないとね、皆さんのリクエストに応えないとということで、今日は実際に来たわけなんですが、この中で気になるものをですね、早速ちょっと見ていきたいなと思います。はい、見てください。カットソー類もね、結構いろんなものありますね。春らしいカラーのものがいっぱいあります。定番のホワイト系からね、ちょっとこういったブルー系のね、春らしいカラーもすごく素敵だなと思いますし、まあ、今季は結構ボーダーなんかもね、ちょこちょこと出てきてるので、このあたりもちょっと内側に差し込んであげるのもすごくいいなと思いますね。まあ、せっかくなんでいろいろとね、回ってみましょうか。はい。こっちの方行くと、ここら辺はアウターのコーナーですかね。ジャケットアウター系がありますね。まあ、価格帯も結構リーズナブルで使いやすいのがグローバルワークさんのね、一つの特徴ですが、このあたりもすごくね、バランスいい仕上がりですね。まあ、アウター類もね、こういった、まあ、春らしいベージュのステンカラーコート。これだと多分着方次第でオンオフ両方いけるので、これも使い勝手良さそうですね。この中から何を選ぶのか皆さん、後ほどのお楽しみなんですが、チェックのジャケットなんかも良さそうですね。ちょっとグレーの感じのね、うん、こういった無視じゃなくて、ちょっと柄物にトライするっていうのもですね、まあ、グローバルワークさんの価格帯だとすごくトライしやすいかなと思いますね。ああ、このあたりもね、鉄板ですよね。まあ、春になるとちょっとスポーティーな着こなしをね、ちょっとしたいなという方もいらっしゃるかなと思うんですが、こういったね、フード付きのアウターなんかめちゃくちゃ使いやすいですよね。素材の質感も上品だし、デザインもすごくね、ミニマルで一切の無駄がないので、これは大人の着こなしには使いやすいんじゃないかなと思いますね。いいですね。はい、こっちはシャツですか。シャツもいろいろありますね。まあ、定番で言うとこういったボタンダウン系だと思うんですが、まあ、個人的にちょっと気になるのは、このあたりですかね。ちょっとこう、ウールっぽく見えるような上品な質感。こういったね、揺らしてみた時の光沢感も美しい。こういったね、レギュラーカラーのシャツもめちゃくちゃ良さそうですね。これはなんかめちゃくちゃ高見えするので、まあ、ぜひ後で着てみたいなと思うんですよね。あとは僕の大好きなバンドカラーシャツね。このあたりもいいですね。チャコールグレーの品のいい色合いで、まあ、大人の男性にはすごく相性が良さそうですね。なんかこういったちょっとね、ベーシックなものから一歩トレンド感あるようなシャツとかもすごく良さそうですよね。そしてこっちの方に移ると、まあ春はやっぱりカーディガンの季節かなと思うんですよね。さらりとこう T シャツの上に羽織ったりするとめちゃくちゃ使い勝手がいいかなと思うんですが、いいですね。このあたりのちょっとざっくりめのカーディガン。しかもサイズも結構肩のライン落ちてますよね。ゆったりめで中肉厚のニットというのは結構最近トレンド上がってきてるので、このダークグリーンみたいな色すごくいいですね。これとか、あとはこのあたりのなんか春らしいブルーとかめちゃくちゃいい色ですよね。これはなんか好印象につながりそうな色合いで、僕の動画の視聴者の皆さんもかなりハマりやすいんじゃないかなと思いますね。ちょっとこうもちっとした弾力とかなり軽いんですよ。このあたりも見逃せないポイントですよね。これも白 T で着たらもう完成ですよ。めちゃくちゃ使いやすそうなカーディガンですね。こんな感じであったりですとか、あとはボトムスのゾーンですね。こっちもね、いろんなものありますよね。まあね、もうグローバルワークさんって言ったら僕は何度も擦り倒してきたこのあたりですよね。アーバンスラックスのブラックは僕も持っていますが、これはね、ほんとめちゃくちゃ売れてるのもわかりますよね。シルエットも綺麗だし、後ろゴムで伸びるので、まあ、使い勝手抜群で、まあ、皆さんももう持ってるかもしれないですが、
ちょっと注目してるのはこれですよね。今回はこのアーバンスラックスのベースで、こういったちょっとこうデニムライクな素材感ですね。まあ僕は結構デニスラが大好きで、まあいろんなもの履いてきましたが、まあ色落ちしていないですね。クリーンな、すごく綺麗なこういったデニスラ風のね、パンツが出たということで、これはちょっと触れない手はないなと思ってですね、後ほど履いてみたいと思います。まあこういったね、ブルー系もいいですし、まあちょっとこういった爽やかなホワイト系のパンツも、今年はね、ちょっといいんじゃないのかなと思いますね。これも使い勝手良さそうですね。はい。で、そしてですね、あ、このコートもいいんじゃないですか？先ほどのステンカラーコート、ベージュとかありましたが、このライトグレーもなかなかクリーンな見え方で素敵ですね。これも着てみたいな。いいですね。このまま着てみたいぐらいな感じですね。いい感じのスタイリングが組んであります。そしてこっちですね。潜り込んでいきますよ。ここら辺は去年ですね、ちょうど1年前、MB さんとご一緒して撮影しましたが、その際にも僕がピックアップしたサロンドグローバルワークのアイテムですね。まあ、このあたりはもうすっかりと定番となっていて、もう使い勝手抜群のシリーズです。まあ、リングジャケットさんとの協業で、運営されているようなラインなんですが、本当にシルエットが綺麗。まあ、襟の幅もしっかりとあって、クラシックの中にも、着心地の良さだとか、ね、こちらの素材の質感の良さがしっかりと現れている、このシリーズは本当にいいです。僕も一着持っていて、かなり使っているんですが、まあ、こういったところ、まあ、ネイビーも鉄板だし、あとはですね、ダークグレーとかもなかなか都会的な雰囲気でいいんじゃないのかなと思いますね。僕ちょっとダークグレー着てみたいですね。ネイビーは持ってるので、ちょっと後ほどダークグレーを着てみたいと思います。はい。そしてシャツは、これですよね。デニムシャツ。さっきもデニスラを見ましたが、こういったデニムシャツも、本当にね、襟のロールも綺麗だし、色の雰囲気もいいし、これね、本当にいいんですよ。ボタンダウンのシャツで、これニットタイなんかで合わせたらめちゃくちゃ相性が良さそうなので、これもマストで持っておきたいシャツかなと思いますね。ちょっとね、このあたりのサロンのグローバルワークは、また後ほど着てみたいと思います。はい、ということでこんな形で、まあ、いろんなものに触れたわけなんですが、この中から、まあ、ちょっといろんなものが欲しくなっちゃいますが、5点に厳選して、ちょっとね、向こう側に、撮影のブースがあるので、そちらに移動して、ちょっと深掘りをしてみたいと思います。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということでですね、まあ、こちらに5点、絞り切れたような気もしないんですが、持ってきてみました。まあ本当にどれも春らしくて、まあ着るだけで気分が変わりそうなものが多いんですが、まず1点目ですね、こちら、プロテックコートですね。いわゆるステンカラーコートのような形なんですが、まあなんといってもこの色味が個人的に気に入ったんですよね。まあ、このようなコートって基本的にネイビーだとか、あとはダークグレーもしくは春らしい色だとベージュの展開が多いんですけども、このちょっと明るめなグレーというのが個人的にはちょっと他にはないかなと思ったので、すごいいい雰囲気かなと思うんですね。ちょっと着てみましょうかね。まあ、残念ながらプレスルームにあるものって基本的に L なので僕の通常サイズよりはちょっと大きめなんですが、そのあたりは皆さんご考慮いただきながら見ていただきたいなと思います。ちょっと着てみましたがどうでしょうか。身長164センチ53キロの小柄な体型なんですが、まあ、これぐらいのサイズでも決して悪くないなと思うんですが、なかなかいいですよね。この色合いがパッと春らしくて、なおかつ手持ちのブラックのパンツだとか、そういったものにも相性がいいので、これは使い勝手いいですね。品がいいグレーですよね。ちょっとこうブルーみがかったようなグレーで、この色合いと素材の質感もすごくいいですね。で、これストレッチも効いてるんですよね。これがすごくいいですよね。やっぱりなんかちょっとした動作の時にストレッチが効いてると着心地もいいし、あとは花粉とかも季節のね、これからまあ今年多いらしいですよ、花粉が。花粉の季節でもちょっと払えば、ちゃんと落とすことができるという機能もついてますし、これは使い勝手が良さそうですね。まあ皆さんお持ちのね、アーバンスラックスのブラックがあると思うので、まあそちらと合わせていただきながら、あとは内側はニットですとか、あとはね、まあ様々なもの、シャツとかも合いますので、一枚やると鉄板なコートなんじゃないでしょうか。ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目はですね、このカーディガンですね。これも、やっぱりこうサイズ感が
まさに今っぽいですね。ちょっとオーバー気味な形になっていまして、肩のラインも落ちています。そのあたりも今っぽくていいなと思うんですが、まあ、カーディガンって僕ら世代ってもっとタイトに着てた世代だと思うんですが、ちょっと今っぽいこれぐらいのオーバーサイズで、ちょっと肉厚な感じ、このあたりも個人的にはなかなかいいなと思うんですね。そしてなんといってもこの色味なんですよ。ブルー系の色味で春らしさ満点で、これは素敵じゃないですかね。一枚着るだけで一気に春らしくなるので、まあ、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思います。はい、ちょっと着てみましょうかね。色味綺麗ですね。ああ、これまたいいですね。ちょっとこうターコイズブルーっぽいような色味で、めちゃくちゃいいですね。肩のラインも落ちていて、少し緩めのサイジングですが、これは使い勝手良さそうです。中今シャツ着ていますが、同じこうブルー系のシャツで合わせてもらってもいいと思いますし、あとはシンプルな、まあ丸首の T シャツですね。白とかライトグレー系の爽やかな感じで合わせてもらって、もうボトムスはブラック、もしくはホワイト系のパンツなんかでも爽やかでいいんじゃないですかね。こういった白パンとか合わせてもらってもすごくいいかなと思うので、まあ、1枚あると意外と着こなしは難しくないので、これは使い勝手いいんじゃないでしょうかね。おそらくカーディガンだと皆さん持ってるのは黒かネイビーだと思うんですね。そのあたりだとやっぱり間違いのない選択ではあるんですが、鮮度で言うとやっぱりこういった明るいライトブルーぐらいの方がワクワク感があって春らしさも出るので、すごく新鮮な気持ちになるのかなと思います。これめちゃくちゃいいですね。で、着た感じもすごい軽いんですよ。ライトなので、まあ、カーディガン結構ずっしりと着たものも多いんですが、これだったら長時間着ていても全然苦にならないので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。3点目ですかね。3点目は、やっぱりシャツ系行きたいんですよ。僕はシャツが大好きな男なので、まあ、ぜひ皆さんにもシャツをご紹介したいなと思うんですが、こちらですね。まあ、先ほどもちょっと気になっていたんですが、こういったまあライトグレーのレギュラーカラーのシャツで、素材感としては本当にウールに見えるような上品な質感なんですよね。これもなかなか良さそうですよね。ちょっとね、なんかグローバルワークさんのベーシックさが僕の中ではイメージとしてもあるんですが、その中でもちょっとトレンド感強めで、大人の男性もこれ着るだけでまた一気にですね、旬な着こなしが目指せるかなと思うので、これもいいかなと思うんですね。ちょっと着てみたいと思います。はい、ということで実際に着てみましたが、どうでしょうか。これも色味がめちゃくちゃ綺麗ですね。サイズはちょっとゆとりがあるんですが、これぐらいの感じで着ても全然悪くないかなと思います。僕は普段 M が多いですけど、ワンサイズアップでもいいし、まあ、もうちょっとね、小綺麗に着たい場合はいつも通りのサイズではいいかなと思うんですが、最初からこの肩のラインが落ちていて、身幅もね、ゆったりとしているので、今っぽいシルエットが、まあ、着るだけで簡単に実現できるので、これは使い勝手良さそうですね。生地の質感もすごく上品ですね。なんかこれウール見えするのが個人的にはすごく気に入ってる点なんですね。まあレギュラーカラーの感じもすごく良くて、まあいろいろと見せ方変えられるんですが、第一ボタン開けてちょっとこう白 T とかライトグレーの T シャツを見せてあげるのもいいと思いますし、まあ、小綺麗に第一ボタンまできちっと締めるような感じ、このような形も個人的には好きなので、まあいろんな着方が一枚できるので、ぜひこれすごくいいと思うので、皆さんチェックをしていただきたいなと思います。で、ライトグレーもいいんですけど、個人的にはこのネイビーもなかなか素敵だなと思うんですよね。しっとりとしたこの質感はめちゃくちゃいいですよね。この大きめの胸ポケットも一つのアクセントになりますし、ちょっとね、ネイビーだったら今季は白パンなんかと合わせてもらってもすごくバランスがいいかなと思うので、このような着こなしも想定しながら、ぜひ皆さん、ネイビーとグレー系、どちらも選びがたいところではありますが、チェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目はですね、これに触れないわけにはいかないでしょう。はい、こちらアーバンデニムスラックスですね。これはもう事前に僕もチェックしていて、買いたいなと思っていたアイテムなので、実物見てやっぱりいいですよね。まあ、デニムというのは僕ら世代にとってももう定番的なアイテムなんですが、それをですね、スラックスに落とし込んだような雰囲気になってまして、まあ、正確にはデニム風に見える素材感ではあるんですが、クリーンで、なんかこれだったら僕は、まあ、カジュアルでもちろん使うこともできるんですが、スラックスのようにですね、センタープレスも効いてるので、まあお仕事場の雰囲気にはよるかなと思うんですが、こういったコンブレとかで合わせてもなかなか素敵なんじゃないかなと思うんですね。まあ本当にカジュアルからちょっとしたオンの機会までも使えるような、すごく万能な一本で、
ぜひ皆さんにもこれは体験していただきたいなと思います。ちょっとね、これ履いてみたかったんですけど、残念ながらですね、まあ、プレスルームにあるもの、L サイズなので、ちょっと大きかったんですね。なので、また今度ですね、自前で買ってですね、皆さんにご紹介できればなと思うんですが、非常に綺麗なシルエットですね。まあ、アーバンスラックスがベースとなっていますので、シルエットも無駄がなくて、大人世代にもバチッとはまりやすいような、そんなシルエットになっています。で、後ろはこのような形でゴムになっていまして、しっかりと伸びるので、着脱もしやすいし、着心地もいいというところですね。で、前はこういったドローコードがついているので、ウエストの調整もできるというところも含めて、非常にバランスがいいんですね。センタープレスが効いているので、足長効果もあって、これは上品な、本当にデニムスラックスかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。本当にどんなものにも合いやすくて、このようなブルー系のカーディガンと合わせて、ちょっとグラデーション作ってもらって、中明るめの白 T とかでもいいと思いますし、本当様々な着こなしが想定できますね。このコートでも相性良さそうですね。いつものブラックのパンツをこういったデニムスラックスに変えてあげることでも、また新しいね、展開になるかなと思うので、ぜひ皆さんこちらのデニムスラックスもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目は、やっぱりこれもですね、触れておかないわけにはいかないなと思うんですが、サロンドグローバルワークのストレッチ TR ジャケットパンツのセットですね。これは非常にバランスがいいですね。まあ色合いとしてはネイビーとかもあるんですが、まあ皆さんもネイビーのセットアップとかお持ちかなと思うので、今回はこういったちょっとダークグレーの色合いですね。これまたすごくいい色合いで、まあグレーってちょっと明るいものとかだとやぼったく見える可能性もあるんですが、本当にこの色って深みがあって上品に見えるので、こういった一着が大人の男性着れるとめちゃくちゃ素敵だなと思います。まあ、リングジャケットらしいですね。シルエットですとかディティールが満載で、襟幅もしっかりと太めなんですが、肩周りもしっかりとしていまして、スタイルがよく見えるんですね。ウエストはですね、しっかりと細めになっているので、メリハリの効いた、すごくスタイルアップできるような一着に仕上がってるかなと思います。これもですね、やっぱり着てみないとなかなかイメージが湧かないと思うので、この後実際に着てみたいと思います。実際に着てみましたがどうでしょうか？なかなかいいんじゃないでしょうか？僕もネイビー系のセットアップとかはよく着るので、ダークグレーはちょっと新鮮な感じがするんですが、まあシャープに見えるような色合いで、すごく個人的にも感触がいいですね。まあこちらはですね、なんといってもシルエットが綺麗ですね。大人っぽく見えるので、もちろん今回はですね、ちょっとサイズの問題もあって、内側は T シャツを合わせているんですが、シャツのスタイルももちろんハマりがいいので、例えばちょっと着崩すのであれば、こういったデニムシャツ、めちゃくちゃこれもいいんですよ。ボタンダウンのデニムシャツを内側に入れてあげて、あとはこういったニットタイですね。入れてあげると、これまたバランスがいいので、こんな形のスタイリングもいいかなと思いますし、本当にもうクラシックな白とかブルー系のシャツで、ネクタイのスタイルもいけます。そして、現代的な今着てるようにこう T シャツとか、ハイゲージのニットとかを合わせるような、少しこう、ビジネスカジュアルっぽいような着こなしもできるので、一つの組み合わせがあると、様々なスタイリングが組みやすいかなと思います。もちろんこうスニーカーみたいなもので着崩してあげてもいいかなと思いますし、ローファー系までもですね、使えるので、これはバランスいいですね。襟幅もしっかりとあって、ボトムスはこうタックが入ってるんですね、ここ。このあたりがやっぱりちょっとリングジャケットさんっぽい雰囲気があって、クラシックな雰囲気あるんですけど、ちゃんとテーパードが効いていて、美しいシルエットも出ていると。で、最初からもうこちら、ダブルになっているんですね。やや僕の足の長さでは長い感じはしますが、ダブルの幅もちょっと厚めにとってあるのが、まあ、リングジャケットさんらしいなという感じがして、これもなかなかいいバランスじゃないでしょうか。いいですね。これそのまま着ていきたいぐらいですね、バランスがいいかなと思うので、ぜひ皆さんこちらのセットアップもチェックをしていただければなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではグローバルワークさんのですねプレスルームにお邪魔しまして、春の新作の中から5点に絞ってですね皆さんにご紹介をさせていただきました。まあ、どのアイテムもですね鮮度高くて今すぐ着たくなるかなと思うんですね。ぜひ皆さんですね実際の店舗に訪れたりですとか、まあ、オンラインでもね商品買うことができるかなと思うので、詳しくはですね僕の動画の下の概要欄にですねそれぞれリンクですとか商品の詳細については載せておきたいなと思います。ぜひそちらからチェックをしていただきたいなと思っています。これからもですねこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日もですねなるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。